自分の運命を決めるのは自分だと思いたがっています。未来をコントロールしたいとか、目標や野心を実現する方法を知りたいとも願っています。どうもこんにちは。東洋経済オンライン YouTube チャンネル、リポーターの中島美玲香です。今日の主なポイントは3つです。1. 人は計画を立てたいという願望を持っているけれど、人生には常に予想外という別の要素が絡んできます。2. 予想もしていなかった出来事や偶然の出会いは人生の余興や雑音などではありません。予想外はむしろ決定的要因として私たちの人生と未来に大きな違いを生じさせるのです。 3. セレンディピティとは単なるいい偶然ではありません。それは点と点を見つけつないでいくプロセスです。そのことを理解しトレーニングすると運を育み方向性を与えることができ、人生のツールとして活用できるものとなります。ということで今日はセレンディピティに気づく人と気づかない人の差をテーマにお届けします。幸運なサプライズの頻度を増やし、いい結果に結びつける科学的フレームワークをまとめた著書で、東洋経済新報社から発売されているセレンディピティ、点をつなぐ力を読み解き一部をご紹介します。私たちは皆、自分の運命を決めるのは自分だと思いたがっています。未来をコントロールしたいとか、目標や野心を実現する方法を知りたいとも願っています。つまり人は計画を立てたいという願望を持っているんです。でも私たちは本当に人生をコントロールできているんでしょうか。どれほど緻密に計画を立て、モデルや戦略を作ったとしても、そこには常に予想外という別の要素が絡んできます。予想もしていなかった出来事、偶然の出会い、一見奇妙な巡り合わせといったものは、人生における余興や雑音などではありません。予想外はむしろ決定的要因として私たちの人生と未来に大きな違いを生じさせることも多いんです。スポーツジムで誰かとばったり出会うといったごとく、ありふれた出来事によって人生が変わることもあります。科学的研究という厳格な世界においてさえ、予想外はほぼ常に起きています。重大な科学的発見の3割から5割程度は、こぼれたある薬品が別の薬品と混ざるといった意図せざる偶然の結果、生まれていると示した研究もあります。では成功は運だけで決まるんでしょうか。それも違うことを私たちは直感的に分かっています。人生の重要な転機やチャンスは偶然訪れるように見えますが、他の人よりも頻繁にそれに出会う人、そして結果的により多くの成功や喜びをつかむ人というのが確かに存在します。これはどういうことだろうと著者は考え、自分の志や想像力と偶然の相互性、すなわちセレンディピティについて深掘りしていきます。数百本の学術論文を参照し、世界各地の人々と200件以上のインタビューや会話を行い、魅力的な体験談を引き出しました。本書に登場するのは、薬物依存症から立ち直り、南アフリカのケープタウンの貧困地域で教師となった人、ニューヨークの映画監督、ケニアの起業家、ロンドンのウェイター、ヒューストンの学生、輝かしい成功を収めた世界的経営者などの多様な人々です。彼らの状況は様々ですが、予想外の事態を受け入れ、生かしていく様には非常に似通ったパターンがあると著者は言います。著者曰く、セレンディピティとは予想外の事態での積極的な判断がもたらした思いがけない幸運な結果のこと。そしてセレンディピティとは単なるいい偶然のことではなく、点と点を見つけてつないでいくプロセスなのだと指摘します。それを理解すると、他の人には越え難い断絶しか見えないところに橋が見えてくる、それが道を開く力になるのです。セレンディピティへの関心は高く、数百万というウェブサイトがそれを話題にしています。世界的な成功者にも成功の秘訣としてセレンディピティを挙げる人は多くいます。ですが、自らの人生においてセレンディピティを引き寄せる状況を整えるための
具体的かつ科学的方法については驚くほど知られていません。この隠れた力の謎を解き、予想外を成功やプラスの力に転換するためのマインドセットを身につけている人はごくわずかです。本書ではそうした知識の欠落を埋めていきます。予想外を怖いと思う人もいるかもしれませんが、予想外に対してオープンな姿勢を身につけ、先入観を排除すれば運に振り回されなくなります。運は育み、方向性を与え、人生のツールとして活用できるものになるのです。あらゆる人が最高の自分を見つけられるようにする、それがセレンディピティを生み出す最大の目的です。もっと詳しい内容をお知りになりたい方は、東洋経済新報社から発売されているクリスチャン・ブッシュさんの著書セレンディピティ、点をつなぐ力を概要欄のリンクからチェックしてみてください。